よせよごせ。はい、どうもこんにちは。朝でーす。はい、どうも、アココスコスキャッシーちゃんのよせさん。昨日の動画見てくださった方、ありがとうございました。バリゴリ滑り。もう大変ですよ。皆さんぜひゴースを救ってください。一人当たり再生回数200回でよろしくお願いします。ということで、まだ見てない方はぜひ下の概要欄から見てきてください。まあ、今日は土日なんでね、ちょっとコメント返信多めにやっていこうと思います。ということで、コメントしていきます。すずすずさん、ハドルド、ハロウィンシーンのシドルドかな？これは最先端ですね。俺が間違えただけや。なんかマジでシドルドって言えないんだよね。でもハロウィンシーンのシドルドって絶対出てこね？出てくる気がする。ろくろさん、シグルドなんよ。シドルドって、みんな言ってることちゃう。俺はハドルドって言ってるつもりなんだけど。シドルド、シグルド。みんなも混乱してるね。アマトーレッドブル様、僕は体重が31でーす。かっこ中学生。細すぎね。大丈夫？まあ中3になったらね、どんどん体大きくなってくるから。安心して。岡野空さん。魔人族と人間の両方の特性あるハロドルで、ハロドル戦士は同時戦士だ。ドロールは魔人だから。メルさん。シグルドとドロールはハロドル特性戦士が同時戦士ませんよ。なので、コイン合成の方がいいかなと。いうコメントがありました。まあ、コメント欄でも解決してるんですけどね。ドロールは、巨人族なので、ハロボが適用します。ジェイソンプラズマさん、ハロルドはなんとか RPG の確か主人公。全要素が不確定情報。なんとか RPG の時点でもうやばいのに。確か主人公って何も分かってねえやん。失恋の罪さん、ダイヤ使って喧嘩祭りするとか不合かよ、爆笑。これね、YouTuber あるあるだと思うんだけどね。撮影時間をね、一刻も早く、いい終わりにしたいから、気づいたらダイヤ使っちゃってるっていうのはあるよね。フチコさん、ゴースさんのプリキュア好きです、あざーす。ということで、続きのコメントはまた PVP の合間にやっていこうと思います。ということで、本日の客、今日の主役はモルキングついに来たぞ、お前ら、この時が。俺のメインキャラが動き出す時だ。なんでここまで温めておいたかというと、もう専用ルールなんですよね。これね、必殺技ゲージ1個につき、味方の与えるダメージが 2% ずつ増加して、受けるダメージが 3% ずつ減少する。で、この緑の森金ね、必殺ゲージがマックスになると味方の防御力が 100% 増加するんだよ。これ、やばい、やばくね？今回のルールってこいつのためにあるようなもんよ、マジで。ということで、やっていきたいと思います。さあ、はい、やっていきましょう。ガッカス、大丈夫かな、この日曜日、間違えた、土曜日の昼間からこんな騒いで。またなんか言われねえかな。何も言われたことないけど。はい、お願いします。うわー、マジかー。このパテ強いんだよ。これは無理だね。お疲れ、ビーボー。ガスガス。ダッカル BB さん、1時間で高評価15、今日も平和です。恥ずかしいとこ見るな。めちゃめちゃ高評価気にしてんだぞ俺。やめてくれ。おー、人間パニあいつか。まあ、バフついてますからね、一応バフついてますから、これでバフ必殺打って、これでなんかしときましょう。いけるかな。あー、全然ダメだ。今日も不発な予感がしますね。登録隊確定。スルメイカ刺身信者さん、ゴースさんの大パン聞いてみたいです。だから俺大パンしないんだって。俺理系だから大パンしないの。お願いします。いや強いな、やっぱ土日は。みんな攻撃してくんな、頼む。もういいていいて、死ぬなよ。あ、ガスガス。マジ1回でいいからやらせてくれ、本当に。いやもう強いよ。いや無理か、これは。くそ。登録隊確定。マジ朝メリパ切ったらワンチャンいけるとか言おうと思ったけど、うーわ、これいけそう。待って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 、来たよ、やっと来たぞ。とりあえずこれであいつの必殺を耐えれればいいんだろう。あと全員忍耐かよ。うわ、忍耐惜しい、超惜しい忍耐。これ必殺レベル、必殺ゲージマックスになったら多分忍耐できるな。これこっちとか打っとくか。ないかち。うん、オッケー、いけ、オッケー、ナイス。頼むぞ頼むぞ頼むぞ、ハドルド、あんま嫌わんで。うわー、めっちゃ食らわない。いや、めっちゃ食らうな。お前は食らうなよ、お前だけは食らうなよ。なんだあの金札。でもこれで
これで必殺レベル上げといて、でこっちも上げといて、バレンティに必殺減らしを行かせて、で次のターンで1、2枚使って必殺マックスにしてって、できんじゃねワンチャン。あ、必殺減らし来ない、必殺減らし来ない、頼む、耐えろ耐えろ、よし耐えろ耐えろ、よし来た、行きます。これをまず2枚使って、この時点で防御力上げて、これで吹き飛ばなかったらお前の負けだ、頼むさ、レッツゴー、おー頼む、いけるんじゃねこれ、ラッツゴー、アンパンマン頼む、やった、かわいいし強い。そのセリフ言うやつの体勢じゃねえんだよな。ということで本日のご視聴ありがとうございました。いや最後ね、まあコンピューターだったろうけど成功できてよかったです。ということで本日もご視聴ありがとうございました。今日ねもう一本出せたら出したいので頑張って編集していきます。ということで次の動画までバイバイ。